ほんまに綺麗。薄桃色や。薄桃色。じゃん、ごきげんよう、山口あきです。今日は花見です。今からお昼ご飯を食べたいと思います。レッツゴー。あ、ちょ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 。ここにしたいと思います。真上には桜ちゃんがいてるし、真ん前にも桜ちゃん。じゃーん、マックにしました。綺麗。いただきます。うわ、桜散ってる、フラフラ。めっちゃ美味しい。めっちゃ美味しいな。うん、めっちゃすごい桜散ってる。これなかったらいいのにな。うん、うまいやな。あっちがちょっと空いてるかもね。でも火照ってるからこっちの方がいいかもね。ちょっと日陰になっててめちゃくちゃ美味しいな、うん、お外で食べる方が美味しくね、うんうん、うまっ。めっちゃ綺麗。真上もめっちゃソース多いな。うん、最高。うん、行かない。ポテト桜です。やばい、隠れたけど。ポテト。すごっ、めっちゃ目の前にある。わかるかな、ほら目の前にあんね。この目の前にある感じ綺麗だすな。桜は癒されますね。じゃん、あ、なんかアイスが、え、なんか見て、また晴れてきた。ちゃん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 ちゃかちゃんちゃかちゃんちゃかちゃんちゃか、桜桜。ごめんごめん、いらんことしました。痛いですよね、そんなことされたら。あー、ほんと綺麗な。綺麗よな、意外と。椿、ヤブ椿というそうです。行ってみるか。転がり落ちるかもしれんな、あの坂やったら、駅やったら。まあ転がったとってまた登ればいいか。一旦見てみよう。今ホーホケキョウってほんまの鳥かと思ったら人の声やったわ。やっぱりここにだってさ、キノコ生えてて、昔、前の動画では。で、ここ行って、みんな覚えてますか？雨降ってきてんねんけど、最悪日がろ。ここでアイケが蜂にビビって、夏頃ね、あれ金鳴らしに行かれへんかったんですよ。だから今日はリベンジということで、今からちょっと登っていきたいと思います。なんていうとこやったっけ。金の鳴るな、金しか鳴ってませんけど、やっぱ思い出した。じゃんじゃかじゃん、金鳴らしに行きます。けんちゃんは飽きて下に降りました。いいじゃないか、個人プレイで行きましょう。おお、こんな感じでメモリアルプレート。うわ、綺麗。こんなに素敵な景色が。ははで、ここに金的なのを飾っていくっていうパターンですね。そりゃそうですよ、そりゃ息切れますって。何歳思ってますの。うわ、桜見下ろすのも綺麗。これは綺麗じゃん。うわ、ちょっと怖い、だいぶ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 怖い。下は見ないで行こう、だいぶ怖い。待って、怖い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 。 NNN 三角円のとこもできます。綺麗。待って、笑かすわ。綺麗。これはやばい。これはやばい。ピヨンピヨン言ってますけど、めっちゃ高い。はっは。うっそん。こ
それでも足元めちゃくちゃ怖い。うわ、鳥のいい声ですね。私も声鳴らしとく。ピヨンピヨン、はぁ、あ、人来る人来る、恥ずかしい恥ずかしい恥ずかしい。じゃん、手わかる、この感じ。これも下めちゃくちゃ怖いんですけど、高す。もうちょっと待って、帰りますわ。怖い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 、ちょっと待って、怖い怖い。希望の鐘でしたね。はい、なんとかの鐘って言ってましたけど、希望でしたわ。ありがとう。どう、綺麗に撮れた？花見してます。かわいい匂い、美味しそうです。じゃじゃじゃーん、じゃじゃーん、イエーイ。あ、美味しそう。いいよ、食べていいよ。美味しい美味しい。